遊びましょう。やってみるね。1、2、3。あっ、取れた。はい、材料は牛乳パック、それからマジック線引き、そしてストローとハサミとセロハンテープとホチキス、これがあれば OK。 はい、では作ってみましょう。牛乳パックを切りますよ。ジョキ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 、この部分を使います。牛乳パックは丈夫でおもちゃ作りには最適なんです。線引きを使って、見えるかな、2センチのところにずっと線を引いていきます。この斜線で書かれているところを使いますよ。では切ります。チョキ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 、はい、この長さがちょうどストロートンボにぴったりなんです。さあ、タコさんはきれいに写るように黄色い色を塗ってみました。でも、もっともっとかっこよくなるように、えいえいえい、さあ、これがくるくる回ったらどんな風に見えるかな。みんなは好きな絵を描いてみてくださいね。これを半分に折ります。色を塗った方を下にして半分こ、よいしょ、くるくる回った時に角が危ないので、角はちょっと落としておきましょう。よいしょよいしょよいしょ、はい、これで羽は出来上がりです。今度はストロー、蛇腹のストローを使います。でもここからこっちは使わないので、ちょうど蛇腹のところので切ってしまいます。よいしょ、はい、この長さですね。先をちょっと平らにして1センチぐらい真ん中に切り込みを入れます。さあ、こんな感じわかるかな。ここに先ほどの羽を入れます。よいしょ。それでこの時の注意、羽をこんなに曲げたりこんなにしたりしないで、ちょうど真ん中になるように押さえてください。そしてずれないうちに、よいしょ、ホチキスで止めます。ホチキスのここが危ないので、ここもセロハンテープで怪我しないように押さえておきましょう。さあ、もう完成ですよ。さて、羽を広げていきます。右利きの人は自分の右になるように曲げます。左利きの人は反対に曲げます。どうやって羽を広げたらいいかな
実験してみてね。それから斜めにするとどうやって飛ぶかな？まっすぐにするとどうやって飛ぶかな？やってみても楽しいと思います。色を変えるとたくさん綺麗なストロートンボができますから、ぜひたくさん作って飛ばしてみてね。じゃあ今度はタコさん、平らにしてみるよ。こうするとどうやって飛ぶかな？よいしょ、いいですか？じゃあただ、それ！わ、見えた。平らにすると、それ！